ビプレヒト二世、ビプレヒト二世、ワイプレクトイ、1050年頃から1124年5月22日、ペーガウは、新聖ローマ帝国の両方君主の一人で、クロイチュ博、オストマルク、ラウジツョウ博及び、マイセンョウン博、在位、123年から1124年、アルトマルクの貴族一門の出身で、バルザムガウ博ビプレヒト一世の子、 1060年の父の死後、ノルトマルク偏境白であった、ウード二世のシュターデの家で育った。1070年に、ビップレヒト二世は、自分が相続したバルザムガウの所領を、ウード二世のオスターラントのクロイチ城と交換した。エルベ川、ムルデ川お及びプライセ川に挟まれた、クロイチ領に入植者を呼び寄せたが、この植民は、オスターラントの土着豪族たちの間の戦を招き、 ビップレヒト2世は放逐されてしまった。彼は、プラハのボヘミア公ブラチスラフ2世のもとへ逃れ、その参謀となった。神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世にも気に入られた、ビップレヒト2世は、ブラチスラフ2世が、ボヘミア王の王冠を手にするのに力し、1080年に、黒い中城に戻った。1085年頃、ブラチスラフ2世の娘ユーディトと結婚し、 彼女は嫁師として、ニサニ地方、ドレスデンの周辺地域と、ブディシン地方とをもたらした。ユーディトとの間に二男一女を設け、1087年に、長男のビプレヒト三世が、1090年頃に、次男のハインリヒが生まれた。娘ベルタ、青年不詳は、ベッティンハクデード四世に嫁いだ。1 8 0年、女人剣闘争から始まった新生ローマ帝国の内戦で、 ビップレヒト2世はハインリヒ4世側につき、対立王のシュバーベン大公ルドルフと戦い、1084年にはローマに転戦し、教皇グレゴリウス7世と戦った。一方で1089年、ローマやサンティアゴでコンポステーラに巡礼に出かけた。1091年には、ベーガウニ、ベネディクト会の修道院、聖ヤコブ修道院を創設した。1106年、 ハインリヒ4世の息子ハインリヒ5世が父に対して起こした反乱に参加、ローマ王に即位させた。同年にハインリヒ4世が死去。ハインリヒ5世は、名実ともに、ローマ王となった。1108年に妻、ユーディトが亡くなった後、1110年にバイマールイコール、オーラミウンで白剣舞先編共白夫一世の娘国軍でと結婚した。この結婚は、 長男のビップレヒト3世が国軍でと全俯空のフォンラルトハイムとの間に生まれた同盟の娘と結婚するのと同時に行われた二重挙式であった。しかし、ビップレヒト3世はボヘミアの内戦に関わり、1110年に母方の叔父にあたるボジボイ2世をボヘミア公に福井させようと試みたが、これはビップレヒト2世にまでハインリヒ5世の不況がぶ結果となった。 結果、ビプレヒト三世は、ボジボイ二世と共に、ハンマーシュタインの城に押し込まれた。ビプレヒト二世は、ニサニ地方、ブディシン地方及び、ダイスニヒトモルンゲンの領主権引き換えに息子を解放させた。1113年、ビプレヒト二世は、チューリンゲン博、ルートビヒデアシュプリンガー、チューリンゲン宝博ルートビヒ一世の父及び、 バイマールイコールオーラメンデハクジークフリート2世と反抗同盟を結んだが、マンスフェルトハクホイヤー1世に打ちかされた。死刑は全財産没収と引き換えに免除されたが、1117年までトリフェルス城に遊兵された。ビプレヒト3世は反皇帝派のザクセンロタールフォンズプリンブルク側に参戦、115 11年2月11日のベリフェスホルツの戦いで、 ハインリヒ5世と戦って勝利した、マンスフェルトハク・ホイー1世はこの戦いで落命したが、1117年に亡くなった。1118年に、ビップレヒト2世は釈放され、差し押さえられていた資産を取り戻し、マクデブルク城博に任命された。1123年、アイレンブルク博研磨戦0 0 0編共博ハインリヒ2世が、亡くなると、ビップレヒト2世は、 ハインリヒ5世を買収し、マイセン返境博及びしたラウジッツ返境博に任ぜられた。これに対し、ザクセン公、ロタールやザクセンの貴族たちが争いを起こし、ビプレヒト2世は追放されてしまった。ロタールはビプレヒトへのマイセン返境博くらい、オストマルカ返境博くらいの序任を無視し、同年に、ベッティン家のコンラート、ハインリヒ2世のジュオジ、 ベッティンハクデ霊ド4世の弟に、マ埋線変京薄料を、アルブレヒト熊公にオストマルクとしたらアウジッツ、変京薄料を与えた。ビプレヒト2世はこの動きに対抗できず、コンダートの実行支配を崩せなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。